こんにちは、ラクジョブ運営事務局の松村です。弊社こちらアニメ、ゲーム、漫画業界に特化した求人のサイト、ラクジョブを運営しております。で、今回ですね、こちらラクジョブの方で、結構今ですね、いろんな会社さんから、求人に関してちょっと面白い話を聞いているのでご紹介させていただきます。まあ、イラストレーターさん、今までですね、仕事をしていらっしゃった方っていうのは多くいると思うんですけれども、今単純なイラスト制作ができるだけだとですね、ちょっと物足りないというような話をですね、聞くようになってきております。ゲームのそのですね、イラストがあるその 2D のものを、まあ、動かしたりだとか、そこにエフェクトをつけたりしてですね、まあ、アニメーションにしたりエフェクトをつけたりして、演出として、ちょっとですね、動きのあるものにしてほしいというですね、要望が多くなってきております。まあ、なので、昔ですね、よく聞いたフラッシュであったりだとか、まあ、映像のアフターエフェクトだったりだとか、まあ、スパイン、スプライト、スタジオ、手裏剣等々ですね、ここら辺のツールがとにかく求められるようになってきております。まあ、なのでゲーム業界で仕事したいという方に関して言いますと、今ですね、そういったアニメ業界出身の方だったり、映像業界出身の方にですね、非常にスポットが、当たっております。もしですね、そういったクリエイティブ系だけれどもちょっとゲームではなかった業界で仕事をされていらっしゃった方で、これからですね、ゲーム業界で仕事をしたいという方に関しては、今が非常にチャンスでございますので、ぜひとも興味のある方いらっしゃいましたらですね、ラクジョブでも様々な求人の情報を掲載しております。そちらの方をご覧になってみてください。興味のある方どうぞラクジョブ見てくださればと思います。よろしくお願いします。それでは。